はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日のテーマはこちらということでね、立憲民主党、酒飲んで迷惑行為してみたっていうね、はい、立憲民主党ね、酒飲んで迷惑行為してみたっていうことになるんですけどね、はい、これはね、悪くないですね。なんでかっていうと、立憲民主党でしょっていうね、立憲民主党でしょっていうね、これ、実は自由民主党をね、陰から応援しているね、野党なんですね、これね。はい。これ実際陰から応援してるんですよ、立憲民主党って。みんな意外とこう陰謀論にちょっとみんな、分かってないと思うけど、これ実は陰謀がありまして、その立憲民主党っていうのは、その自由民主党を、その支持率が下がってきた時あるでしょ。自由民主党がこう支持率下がってきた時に、これ自由民主党が負けて、こう立憲民主党がこう勝っちゃうとね。勝っちゃうと、こう海の向こう側からのこう勢力から侵略される危険性があるんで、自分たちであえてその問題行動を起こすことによって、自分たちの支持率をバーンと下げて自由民主党の支持率を上げるっていうね、こういう風な感じになっておりましてですね、こう、こういう風に中国のね、ああ言っちゃった、はい、中国の脅威とかが、ね、ある時はね、こう自分たちが自ら率先してですね、問題行動を起こすことによって自由民主党を勝たせるというですね、壮大なこのですね、陰謀計画にですね、我々は苦しいわ苦しいわ、こんなもん なんて擁護すりゃいいんですか、こんな、うん、なんて擁護したい、わかるやろ。俺も言ってませんでした、自由民主党がなんかやらかした時も俺取り上げてましたし、自由民主党がやらかした時も取り上げてましたよね。私ツイッターとかもいろいろ取り上げてますけど、政治家がやりかしましたっつって、ね、官僚がやらかしましたっつって、叩かれてたわけじゃないですか。政治家やらかして叩かれましたよね、まず、はい、まず要するに自由民主党やらかして要するに叩かれてました。で、いろんなところで、官僚ですかね、はい、厚生労働省がやらかしてやらかしましたよね。あとは、慶応義塾大学の医学部とかもね、やらかしましたよね。で、お医者さんとかもなんか、この間、なんか、ね、ワクチンが危険です、行動制限してください、行動制限してくださいって言って、国民に散々行動制限しようとか言ってて、叩かれてましたよね。で、YouTuber いましたよね。YouTuber なんか、ステイホームとかわけわからんこと、要するにみんなに、ステイホームとかわけわからんことではないんですけど、ヒカキンさんが一生懸命ステイホームとか言ってるんですね。ヒカキンさん以外のね、同じ所属してるね、ところになってるにもかかわらず、平然と要するに酒飲んでね、やらかすっていうね、緊急事態宣言で一体何だろうっていうね、はい、いう感じになるんですけど、まあそういうのやってて、でこのつい最近はコムドットやらかしてて、いう感じになって、コムドットがなんかコンビニ前で要するになんかギャー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 騒いでてみたいな感じになったりとかして、でマスコミ連中ですね、はい、マスコミ連中が要するになんか2階からの転落するっていうね、2階からの転落するって、もう何のこと、もう何言ってるかわからないんですけど、はい、酒飲みすぎて泥酔して朝の5時になんか2階から転落するみたいなねいうことがあって、まあ一段落して、もう9月のね30日で、まあさすがに9月30日で緊急事態宣言切れるかなとはちょっと楽観的には思ってるんですけど、って言ってもまああともう一つ言えば、まあコロナのワクチンがね、まあみんな要するに打ってきて、まあ行動制限解除しようっていうふうな感じになってきてるわけですわね。はい。私も一応9月の25日に予約ですかね、予約25日にしようと思ってまして、まあ僕一番最後の方にちょっとやろうと思ってまして、もう混んでるっていうふうになってて、じゃあ人を優先、他人を優先させようと。俺はもう最後でいいわと、いうふうな感じだったんですけど、いう感じになって、まあ9月の25ですかね、まあ予約ができればその時に予約して、まあ10月にうちに行って、その3週間後である11月にまあうちに行こうかなというふうな感じにはなってるんですが、はい、だからそういうことなんですよ。ワクチン早く打っちゃえばみんな要するに行動できるじゃないですか。映画見に行きたいですとか、クラブにハウスに行きたいですとか、どっかに遊びに行きたいですとかいう人多分いっぱいいると思うんですよ。でも僕どっかに遊びに行きたいという欲求は全くないんで、だからまあ特にまあ家と塾の往復期間ってもすごく短いんでね、まあ要するに他の人が亡くならないようにというか、コロナに感染しちゃうと困る人たちいっぱいいるだろうから、まあ自分は一番最後の方にっていうふうに、まあこう社会にこう配慮してね、社会に配慮して決定したんですよね。もしみんなが危険だって言って打たないっていうふうになってて、ワクチン余ってますって言ったら真っ先に行きましたけど、はい、そうやったら真っ先に打ちますって言ってましたけど、いうことなんですけど、はい、何考えとんでしょうね、これね、はい、わかるじゃないですか。その突発的に解散総選挙を打つって自民党言ってないんですよ。これね、これ菅総理もですね、
あの菅総理が就任した時、支持率高い時に、はい、じゃあ今解散総選挙打ちますって言って、それで準備不足で要するに狙い撃ちされたって言ったら分かるんですけど、まだもう解散総選挙の日にちも見えるじゃないですか。どう考えても要するに任期切れのところっていう風になってたりするわけだから、あと1ヶ月間ぐらいしかないわけだから、もう選挙前じゃないかって、もう大体もう要するに読めるわけですよね。いや何してんのかなとか思ってすごいなっていう、逆に、はい、立憲民主党のこれ職員ですね、はい、立憲民主党の職員ね、もう選挙前なのにねやるっていうね、はい、まあ、これはっきり言いますが、今までの例よりもさらに悪質やね、悪いけど今までの例よりもさらに俺悪質やと思うわ、悪いけど、はい、というわけでね、今日のポイントっていうことでね3つ用意しておきました、いつものようにね、はい、まずね、立憲民主党っていうのはね、ゼロコロナを主張してるんですね。ゼロコロナを主張してるんですね。はい。で、私、ゼロコロナを主張してませんので、ここを誤解ないようにしてください。みんな別に行動制限とかいろいろあると思うけど、まあ、行きたい人はまあ行きゃいいんじゃないですかみたいな感覚の人なんですよ。俺、自分には厳しいけど、他人には別に何とも思わない人だからね。俺、めちゃめちゃ自粛してるって悪いけど。俺、めちゃくちゃ自粛してるよ。磁石してないんですよね。磁石してたらなんか鉄くっついてきちゃうけどね。はい。自粛、めちゃくちゃ自粛してる。結構緊急事態宣言ほぼほぼ守りきった自信がある。うん。他府県への移動禁止って言ってるけど、俺、他の空にすら移動してないからね、緊急事態宣言中。いや、そういうのをほんまやってて、で、ゼロコロナを主張してますっていうふうに言うんでしょ。いや、行動制限の自粛をしっかりとやって、そういうなんか、酒飲んだりとかして浮かれてるっていうのは、それは自民党の責任取りたいみたいなのね。まあ、言っててね、そこの職員がバカスカ出るっていうね、はい、いうことだと思うんですけど、一体何考えとんかなっていうふうに思うんですね。でも2つ目が無責任責任から逃げるって何っていう俺もうね、意味が分からないんだ。あれダメなんですか。例えばでうちの職員がこういう事情でこういう経緯でこういうふうにやって、で飲みに行っちゃいましたと、ごめんなさいとで、こういう経緯でこうやってこういうふうなことでこういうバカがいましたって言って、ごめんなさいすいませんでしたって、一応1ヶ月の停職処分にしましたけれどもっつって、本当に申し訳ないっつって、本当にこうやってこういうふうな会合でこういうふうにやってましたっていうんやったら分かる。だけどそのはっきり言わせてもらうんですけど、そのこの国民に行動制限とかよく言うんですけど、医者、マスコミ、政治家、官僚で、警察官やったかな、警察官とか、まあ、もろもろ公務員とか全部もろもろそうなんですけど、全員守れてないくせに国民に対して自粛しろってどういうことやねんって話なんですもう意味わからないですよ、正直言うと、はい、多分守ってんのも俺だけやと思ってる、自分で俺だからほんまに嫌なのが、俺この状況で、いや、ワクチンも要するにすごく遅くにしたんで、すごく遅くで、まあ、これはもう自分のあれとして、要するに他人をまず優先させたから足らんって言ってんやからって、社会全体が先行、ワクチン足らんって言ってた状況やってんから、まあ、25日の予約は受け入れたら、もういや25日にも予約開始したら、まあこの動画でも話しようかなというふうに思ってますが、はい、いうことですね、はい、ということなんで、いうことになります。はい、だから感染した時ほんま嫌です。もし万が一感染したら、お前の飲みに行っとったんちゃうんかって言われるから、ね、うん、行ってないのに、まあ、誰もそう思わないかもしれないけど、嫌っちゃ嫌ですよね、すごい、はい、ということですね。ほんでね、何が俺一番腹立つかっていうとね、これね、菅総理の責任にするんですね。菅総理の責任にするんです。いや、マスコミもひどかったでしょ。いや、マスコミも俺本当にひどかったと思うんですけど、はい、その飲みに行きましたよ、まあ、自民党の職員が飲みに行きました、自民党の要するに政治家が飲みに行きましたって言ってね、でコロナに感染しました、で、コロナに感染しましたとか、要は飲みに行ったことを批判されてます。それは菅総理の責任で、まあまだわかるわ、まあまだわかる、うん、そんなとこまで菅総理の責任なんかなって俺は思ってるけど、そうなんやけど、野党に関してはこれ汚すぎるでしょだって自分ところの支持者が要するに全然、要するに自粛も何もしないで、要するにバンバン好き放題勝手にやって、でコロナばらまくだけばらまいて、で俺はお前のところ菅総理お前ちゃんとやれへんから、お前のところの責任やろっていうのは汚いよな
汚いよ。法律には違反せえへんよ。法律には違反せえけど限りなく汚いよな。マスコミもそうじゃないですか。自分のところ要するにコロナバン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 要するに出すじゃないですか。でコロナについての不安バン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 煽ってですね、コロナに対しての不安バン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 煽って菅総理の要するに支持率バン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 下げてるんですよ。で自分ら要するにコロナバンバンかかりまくってるんですよ。でコロナ感染者が増えてますって、これ汚いと思う。うん、俺はもう一つ汚いと思ってるのは小池都知事、もう一つ汚いと思ってるけど、ね、うん、小池都知事とかも汚いと思ってる、正直言うと。はい、だって責任があるときは全部菅総理に押し付けてるじゃないですか。そうでしょ。小池都知事しかり、野党しかりですね、他、まあ、自民党しかりというか官僚しかりという話、マスコミも全部しかりっていうけど、全部菅総理に責任をバーンと押し付けて言ったじゃないですか。俺ね、菅総理ね、総理辞めるっていう時までね、一言も喋らんかったじゃないですか。一言も愚痴言わんかったでしょ。俺すげえなと思ったもん、正直。俺悪いけど、俺が総理大臣の立場やったら、自分で YouTube 解説してボロクソに批判しまくるよね。お前らやんっていう、お前らがバラ撒いてるやんって言いたくなるよ。我慢するとは思うけど、俺も我慢するとは思うけど、うん、俺やったら言うかなっていうふうに思うぐらいひどい今回。うん、だから俺ははっきり言うけど、菅総理が1億2000万人のうち1億1999万9999人が批判しても、俺は菅総理ありがとうっていう立派な総理大臣でしたって言います、はい、日本歴史史上要するに最も立派な政治家やったと私は思いますよ。はい、ただの一つの愚痴を言わずっていう、ただの一つの恨みつらみ言わずっていうか、うん、他人がやってて、いや分かりますよ、菅総理がパンケーキ食いに行って酒飲んでて要するに感染しましたって言ったんやったら、菅総理何しとんねんっていうのはまあ分からんではないわ。だからあんだけ激務やってて、俺パンケーキ食って酒飲んで、要するに パンケーキ食って酒は飲まないけど俺は、はい、ってことをやっても全然、うわ、そりゃあの状態のあんな責任あるところやらされるっていう罰ゲームされるんやったら、そりゃそれぐらいになっても全然不思議じゃないのに。多分国民の9割方多分そうなると思うから、このポジションになってしまったら、この状況のこのポジションになってしまったらそうやと思うわ。はい、だからまあ正直な話言って、だから僕総裁選についても扱わないって言ってるのはそういうことなんです。うん、総裁選についても扱わないっていう話なんですけど、俺はっきり言うとけど、この事件なかったら俺言うよって。総裁選で誰が勝っても俺はっきり言うけど、菅総理は立派な総理大臣でしたっていうの。俺はっきり言うけど、菅総理の要するに支持率 2% になっても俺言うよってやったからね、これ。菅総理大臣ありがとうっていう。うん、立派な政治家やったと思うんですよ。立派は国民の代表が菅総理でよかったなと思ってます、今回。俺正直言うとコロナもっとひどなると思ってました。コロナもっとひどなると思ってた、俺。俺もっとひどなって経済的にもっとガタガタになるかなって思ったんやけど、ああ、そこまでやってくれるんやって、おふに思いました。正直。正直ね、それはみんなから見たら菅総理のことどう思うか知らないですけど、俺一回も菅総理のこと悪口言わったつもりはないんですけど、はい、いうことになるんで、まあぜひもうまあね、もうお年召されてるっていう状態になってるから、まあ戻ってくるかどうかって分からんけど、まあぜひまあ官房長官で戻ってきてほしいなと思いますよはい、官房長官で戻ってきてほしいなとか思ったりしますけどね。はい、ということです。だからまあ皆さんも覚えておいてほしいんですけど、単純な話で、要はこういうことが要するに今の社会の縮図だと私は思ってるんですよ。文句言うやつが迷惑かけるんですよ。今の現状に対して文句を散々言うやつが迷惑をかけるんですよ。迷惑をかけてなくて文句を言うやつっていうんじゃないんですよ。迷惑を処理して文句を言わないやつと、文句言いまくって迷惑かけまくるっていうのはもうこのパターンとしては2つが多いんですよね。だからはいっていうことですね。はい、まあ、この構造があってね、まあ、皆さんもね、ワクチン大丈夫ですかということになるんですけど、正直ね、マスコミがね、情報をかなり錯綜させるようなちょっと情報の出し方をちょっとしているんで、ちょっと私もちょっとワクチンについてとかいうことに関してどういうふうに見解を持ってるのかなっていうのはちょっとまあやろうかなと思います。はい、これワクチンに関しても言うんですけどね、非常に攻撃的ですよね。非常に攻撃的だと思う。そのワクチンが不安です、だから打ちたくないですっていう人は一定数いると思うんですよ、感情論抜きにして。そういう人たち頭が悪いとか言ってマスコミってすごく攻撃するんですけど、それはそれは違うでしょって話ですね。人によって不安感って違うし、
で俺は簡単はっきり言ってるのは危険だろうと危険じゃなかろうと俺は映ってくる、うん、俺は危険だろうが危険じゃなかろうが映ってて、まあ、初めからはっきり言ったんで、はい、危険やっててみんなが要するに撃つん拒否するっていう風な話になったら俺先に撃ちに行くと、生徒よりも真っ先に撃ちに行くからつって覚えとけって、で結構撃ってもワクチン足りないですよって俺最後に撃つわって言って、俺も社会が先で個人が後やと思ってるから、俺の感覚はね、社会にとってどうがベストなのかっていうことしか考えてないから、はい、社会にとってどうがベストかっていうと生徒たちと俺と比べた時に生徒たちの命が重いから、生徒たちの命は真剣に考えるけど俺自分の命なんか1ミリも考えへんからね、適当に、それは別に死のうとは思えへんけどね、実質的にっていうことやと思いますよ、はい、まあただ、まあ、今回の件でまあ良かったなと思うのは、まあね、自民党がどんなに低たらくでも、まあ、立憲民主党は選挙で負けるんだなっていうのだけは本気で思いましたね、うん、そのなんか自民党の中で一番下のやつ集めてきたら立憲民主党の一番上のやつよりまだ下なんちゃうかなと最近思ってくるもんね、まあ、はい、という感じになります。まあね、まあね、議会制民主主義の国なんでね、実質一党独裁な国っていうのは本当にこの国大丈夫なのかなって気がしますけど、はい、今日本にはまともな野党が一番必要かもしれません、はい、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。